旧杉津駅付近より、麓の杉津集落と鶴川湾を望む北陸トンネルは、福井県の鶴ヶ市と南城郡南越前町にまたがる、福線鉄道トンネルである。北陸本線の鶴が南伊間城駅間、木の目峠の直下に位置する。総延長は13,870メートルあり、1962年6月10日に開通した。本ではこのほか 並行して建設されている北陸新幹線に北陸トンネルについても記述する。1972年に山陽新幹線の六甲トンネルが完成するまで日本最長のトンネルであった。なお、狂気の陸上鉄道トンネルとしては2019年時点でも日本最長である。鶴ヶと今城の間には八伏山がそびえ、その安部である木の目峠は古くから 北陸道のア路であった。北陸トンネル開通前の北陸本線、鶴ヶ今城間開通は、木の目峠を避け、鶴ヶ市の海岸部に近い杉津駅を経由する山中峠ルートを取っていた。だがこの区間は、海岸の山徳を抜いながら4箇所のスイッチバックを、用して25パーミルの急勾配を上り降りする、厳しい条件の単線区間であった。途中には3箇所の駅、 三カ所の信号場十二カ所のトンネルも存在し、列車の行き違いにも時間を要した。長望こそ優れた区間であったが、速度や輸送力、列車本数の面で、木の本鶴ヶ間の急線区間と同じく、重要幹線である、北陸本線にとってのボトルネックとなっていた。また、勾配の厳しさのみならず、地盤の脆弱さによる崖崩れ、陶器には、 雪国特有の雪害にも悩まされていた。補助機関車として、D51 系蒸気機関車をつけての従連では、700トン輸送が限界であったため、1955年より、電気式ディーゼル機関車、DD50 系、当時最新鋭だった、電気式ディーゼル機関車、DF50 系等が配属され、機関車ミエレにより1000トン輸送を始めた。しかし、それでも、 貨物量の増加には対処しきれず、1956年7月には、金沢鉄道管理局管内での抑制列車は36本を数え、駅頭大化は3万8000トンにも及んだ。鶴ヶ以南の改良に引き続く北陸線の抜本的な輸送改善を期し、戦前より様々な改良案が出されていた。 本格的に改良案の検討に着手したのは1952年以降で、国鉄金沢改良委員会を中心に検討が行われた。その際に出された改良案は、在来線原付番下げ副線艦南魔城より、杉津海岸へトンネルで抜け、海岸沿いに鶴ヶまでの単線を新たに付設する、新線湾今城城日海岸線の改良版で、鶴ヶ、 次津から竹尾までの伏線カーン今城より、中野郷までの直線トンネル伏線カーンであったが、などを理由にいずれも却下された。結局、スピードアップを最優先事項とし、今城から鶴ヶまで一本のトンネルを掘ることになった。1957年に着工した。鶴ヶ、今城の両高校のほか、中間2カ所からも縦校、車校掘るという特管工事で掘作が進められた。 世界的にも注目され、日本国外からの視察団もよく訪れた。期間中、新母駅のスイッチバック、今城型引き込み線が延長されて派遣車港への資材運搬拠点とされた。北陸トンネルのルートにあたる鶴ヶ市大原には、作業員が多く住み、1959年の派、現小学校には229人もの児童が在籍した。 断層や出水に悩まされたが1961年7月31日に貫通し、翌1962年3月に完成した。以後、整備を重ね6月9日には、急線から線路を付け替え暫定運行を開始し、6月のダイヤ改正に合わせ6月10日より正式供用を開始した。6月10日の開通祝賀式典に合わせ、殉職者慰霊祭が、 鶴ヶポータル側で行われた。当初から交流2万ボルトで電化されていた。今城止まりの通勤列車はすべて鶴ヶまで延長され、今城鶴ヶ間の所要時間は1時間以上の短縮となった。この区間の開業に伴い、杉津経由の急線は廃止されている。沿線住民との交渉の結果、大喜利駅の代替駅として約 2km 今城よりに、 南魔城駅が新設され、また鶴ヶ、新母鶴ヶ杉津、今城から大喜利と、旧駅間にそれぞれ代替バス路線が設定された。旧線敷地跡は1963年11月4日に道路化された。屈作時に温泉が湧き出し、鶴ヶトンネル温泉として開業された。その反面、トンネル屈作の影響で地下水流が変わり、 シン集落ではかつて至るところで湧き出ていた温泉が枯れたと言われる。トンネルの先は、霊北開通宿が列車建員のため飾られた e f 七十1 8開通当時は、檻からの高度成長期と相まって、科学文明の発展のシンボルでもあり、相当な話題となった。時間のかかるスイッチバックの単線、十二箇所ものトンネルをくぐるたびに売園に悩まされていた急線と、 比べ、複線電化、スピードアップ、コンクリートの枕木、蛍光灯照明の明るいトンネルはインパクトが大きく、新潜開通祝が式典の際には報道用のヘリコプターまで出動した。都市間連絡のスピードアップ、輸送量増加の陰で、今城駅は急行通過駅となり、新保駅、杉津駅、大喜利駅の沿線は、モータリゼーションの進展及び加速化に伴いバスも、 通勤時間に数本走るのみとなった。長大トンネルながら、首木トンネルの筒石駅のように、トンネル内に駅が設置される構想は、当初よりなかった。トンネル完成後、北陸本線では交流電化や複線化が急激に、進展した。北陸トンネルは2016年現在においても、北陸以北の日本海沿岸、北海道地域と関西、中部地域を結ぶ、 大動脈となっている。1972年11月6日、北陸トンネルを通過中であった急行北国の食堂車で火災が発生し、30名の犠牲者を出した。この事故をきっかけに長大トンネル区間及び列車の空調、電源設備の安全性改善が進んだと言われている。この事故の前の1969年12月にも、 北陸トンネルを通過中の寝台特急、日本海の電源車から出火する事故があったが、この時は運転士の判断で列車をトンネルから脱出させて消火したため死者は出なかった。2006年10月21日に、長年交流電化であった北陸本線、長浜鶴ヶ間と湖西線長原大梅市をつかんが、直流電化され、鶴ヶ口付近にデッドセクションが設けられた。 福井方面からやってきた列車は、特急、普通を問わず、デッドセクションにおける交流直流の電源切り替えに備えるため、トンネルを抜ける手前で若干減速し、ほぼ抜け切ったところで車掌が案内放送を行う。トンネル保守作業の際の通信機器として中継局を設置した。その関係で、au の電波はトンネル内においても使用ができる。 貸し局水道急線跡地は1963年11月4日に道路に転用された。急線跡は、鶴ヶ駅から波原集落までがむね国道476号、陽原から杉津 PA までが、鶴ヶ市道、今城駅より、杉津 PA、そして麓の海岸線を走る国道8号までは、福井県道207号今城杉津線となった。 杉津駅南方の港の国トンネルは解体された。また、杉津駅より山中トンネルまでは山の中原をトンネルと鉄橋でつないでいたが行動化された。急線鉄橋跡は深山、大喜利付近も含め、いずれも鉄橋の上にアスファルト道路を乗せている。北陸本線下り線鶴ヶか新旧分岐点付近は記念碑が置かれた。 深山信号場付近は2車線道路に拡幅されて、痕跡をとどめない。貸し局トンネル及び川ワウ内トンネルは北向き、一方通行の一般道として強用されていたが、木の目峠トンネル開通に合わせた道路整備に際し、2002年に貸し局トンネルは、レトロ町の街灯が設置されるなど、車両通行禁止の歩道として整備され、川ワウ内トンネルは、 拡幅を経てに車線一般道のトンネルとなった。川嘘川地地区の旧新保駅の下にあった木の目川にかかる鉄橋梁は同じく2002年木の目峠トンネル開通に合わせた道路整備により消滅した。国道476号から派遣台カーブへ分岐する地点は神社内敷地を横断しており、廃線後も 報道として強用されていたが、2007年の道路改修に際して、元の神社に返され通行不可能となったため、新たに北側に国道に迂回連絡する、車道地区定が作られた。旧道分岐地点近くの鉄橋は、引き続き道路橋として供用中である。派現代カーブ用原トンネル南ポータルまでの直線区間は、参戦をなす派、原信号上スイッチバック跡である。 本線跡の道路の両側、すなわち山側の北陸道下り線築定及び海側基地が引き込み線であった。引き込み線築定が一部北陸道の土台に流用されている。杉津駅の跡地には北陸道上り線の杉津 PA が設置された。本線の山側に急線から転用された道路を見ることができる。なお、杉津駅あたりの急線跡は必ずしも 北陸自動車道とは一致しない。急線は山の斜面に沿ってなだらかな S 字カーブを描くが、北陸道は森土をして一直線に敷かれた。杉津海岸から杉津駅までは一直線の石段があったらしいが、現在は草むらの中に渦漏れているようである。山中トンネルは長大ながら、直線のため、交互通行用の信号機が設置されていない。 町村合併により南越前町ができてから山中信号場跡に記念碑が建てられた。上り方引き込み線が上方の林道にあったと説明文には書かれているが実際には上下引き込み線は並んでいた。大桐駅跡には上り線ホーム跡が残存し看板が建てられた。福井県道二百七号今城杉津線 T 字交差点から今城型新旧分岐点までは 私有地となり通行できない。1996年2月に発生した国道229号豊浜トンネル岩盤崩落事故に伴い、波源トンネルが1997年12月までの1年10ヶ月間、山中トンネルが1998年4月までの2年2ヶ月間通行止めになり、補強工事が施行された。歴史的に価値がある建造物であることから、 当時の外観を極力損なわないように配慮した工事を行った。開通の当日、郵政省から10円の記念切手が1962年6月10日に発行された。新路線開業ではなく、従来線を付け替えたトンネルであり、発行は異例だが、当時国内の鉄道トンネルとしては、清水トンネルの開通以来31年ぶりの、 最長記録更新となる点が考慮されたと考えられる。図柄はトンネルを出るキハ80系特急、白鳥である。また、当初は4月10日、発行予定であったが開通が延びて延期されていた。しかし、この図柄は以下に示すような多数の間違いが指摘され、エラーの多い切手として、なお残すことになった。原因であるが、図案作成者の長谷部秀夫が前年に撮影した。 写真と完成予想図だけで描いたものとされている。北陸トンネルの南側では、毎秒180リットルの湧き水が流れ出て、排水路に流している。これに、水車系水力発電機を設置して、発電に最適な条件を探っている。2014年1月から2015年3月までの間、実証実験を行った。年間約1万キロワット時の消費電力が、 生み出される見込みで、発電された電気は近くにある JR 西日本の事務所の照明などに利用する。この実証試験の結果を踏まえて、他のトンネルでも導入を検討。余剰電力は電力会社への売電も考える。2012年6月29日に工事実施計画が認可及び建設工事着手され、2023年度の 開通を予定する北陸新幹線金沢駅、鶴ヶ駅間のうち、越前竹府駅鶴ヶ駅間に設けられるトンネルである。延長は、福井県南越前町奥野野から、鶴ヶ市が支局にかけての19,760メートルで、計画され、北陸新幹線では、飯山トンネルに次ぐ2番目に長いトンネルとなり、越前竹府駅鶴ヶ駅間30.150キロメートルの、 大半を占める。在来線の北陸トンネルよりも、西方海岸線よりを貫通する。工区は、奥の、大切、清水と、陽源、田尻、下子局の6工区に分割され、2014年12月22日の波源工区を皮切りに順次着工し、掘削が進められた。2016年4月22日時点で、約2900メートル、 2016年12月1日時点で約5.2キロを掘削したと発表されている。トンネル全体の貫通は2020年3月を予定していたが、トンネル周辺の地盤対策のため、当初予定より約4ヶ月遅れて、2020年7月10日に貫通した。その後、コンクリート復興や路盤整備などの工事を進め、2021年1月、 ごろに完成させる予定。開通すると、国内の陸上鉄道トンネルとしては6番目の長さとなる。なお、トンネル全体の掘削で出る土砂は、鶴ヶ港の丸山南地区の幼稚埋め立てに利用されている。ありがとうございます。